にちは、シエルです。最近こちら、私がすごい欲しかったバーバリーのミニバッグをゲットしたので、今日はそちらのカバンの中身紹介をしていきたいと思います。バッグはこちらです。こんな感じです。どう？このサイドも可愛いので、ここがね、磁石になって、このね、吸い付く磁石、よく聞くよね、可愛い子ほどカバンが小さいっていう。私はさ、普段リュックだし、なんなら仕事の時はあのキャリーケース、海外旅行用のキャリーケースだしみたいな、とにかく荷物多い人なんですけど、これを機にミニマムに行きたいと思います。はい、ということで今日はこちらのカバンの中身を紹介したいと思います。これ持って数回お出かけ行った、もう超ワクワクしちゃう。では紹介していこう。こちらのお財布です。これはね、ルリア 4°C っていうところのものです。まあ、ちっちゃいよね。このシリーズすごい好きで、そんなお値段も高くなくて気に入ってるお財布です。こちらはビトンのキーケース。これはもう10年以上使ってる、15年ぐらい使ってるかもね。親からもらいました。金水の鏡、はい、コンパクトサイズ。なんか学生の頃って鏡すぐ割れてたイメージあったけど、これずっと割れないね。これも相当使ってます。はい、こちらはマックのリップです。はい、今日も使ってるやつ、これはモカっていう色だね。これは先日のリップの動画でも紹介したんですけど、このマックのミニリップスティックだっけ、このサイズがいいんだよ。この小ささ、小さいのを求めてたん。モカはちょっとピークブラウンっぽい感じ。こちらは私が愛用しているケイトのフェイスパウダーです。グロータイプとナチュラルタイプがあって、私はナチュラルタイプ。これもそんなに大きすぎないからいいんだよね。はい、こちらはロクシタンのハンドクリーム。これはね、去年のロクシタンのクリスマスアドベントカレンダーに入ってたもの。アドベントカレンダーにね、このミニサイズのやつがね、結構入ってた。7本ぐらい入ってたかな。そうで、それは今使ってます。これもさ、やっぱ小さいサイズだからいいんだよね。はい、ちなみにロクシタンのアドベントカレンダーの動画もあるので、よかったら見てください。はい、そしてマジシャンなのでトランプ、結構トランプ持ち歩くんだけど、これはね、バーバリーのカバンに合わせてみました。はい、黒とゴールドな感じ。スマホはいつも手に持って歩いてるんだけどね、このトランプがなかったらスマホが入るね。お財布、キーケース、鏡、フェイスパウダー、リップ、トランプ、ハンドクリーム。はい、入れるとこんな感じです。なんか小さいカバン持って歩くと、ちょっといい女になった気分だね。黒だから季節問わずに使えそうだしね、ずっと使いたいな。はい、ということで今日は小さなカバンの中身紹介でした。なんかバーバリー初なんですけど、なんか変わったよね。なんか昔あんまりバーバリーってそこまで惹かれなかったんだけど、最近見に行ったら可愛いのいっぱいあって、でこのカバンもね、白文字で結構大きくね、ロゴが入ったものとかもあったんだけど、なんかこの金具とかの上品さとね、この磁石感、このパチッとこの磁石感に惹かれて、いろんなハイブランド見た中で一番のヒットでした。ということで、こちらのカバンは長く使っていきたいなと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。では今からお出かけに行ってきますね。お出かけ行きますとか言いつつ、引きこもりなんで家の中を散歩。可愛くない？なんか黒だからさ、ほんとどんな服にでも合うわ。いいね。あの、今桜のシーズンじゃないですか。なんかやっぱお花っていいよね。私すごいお花好きなんだけど、コンビニとかスーパーとか、ちょっとしたこう買い物とかさ、散歩がてらさ、桜ファーって咲いてたりさ、いろんな花もちょこちょこ咲いててさ、なんか見に行っちゃう、花を。なんかやっぱお花って癒しだなって思う。大好きね。早くあれだね、ゆっくりお散歩できるようになりたいですね。はい、ということで引き続きおうち時間を楽しみましょう。それではまた